生物地理区、生物地理区、生物地理区、E ーコーズン、バイジョバグラフクルリージョンとは、地球上の地理区分の一つ。生物の分布を捉えて、地理区分を行ったものである。従来の動物地理区及び、植物地理区をもとに、世界を八つの地理区分をしたもの。古代から、生物の分布は地域により異なることが知られており、気候や、 生物の移動を遮断する海や高い山脈などが要因として挙げられてきた。現代のプレートテクトニクス理論による大陸の移動、合同や分散、孤立した地域での独自進化や分岐などを考慮すると、生物地陸の生物分布の違いは地球規模の大陸移動や数億年の生物史の現におけるスナップショットを示しているものと言える。また、生物地陸は 生物多様性の保持の目的のため、環境保護の分野でも重要な概念である。例えば、世界自然保護基金では、これを基礎として、陸上、淡水域、海水の3種類の生物環境を全するために、利用されている。旧北区は、東アジアの大部分、日本のトカラ列島は奇跡島以北、中国の新冷山脈以北、朝鮮半島、 北アジア及び中央アジア、中東、アラビア半島南部及びイラン南部白、ヨーロッパを含むヒマラヤ山脈以北のユーラシア大陸と北、アフリカ、サハラ砂漠以北からなるエリア。区内は、亜熱帯、温帯、霊体、艦隊と様々で、四季の変化がはっきりしている。代表的な動物は、ラクダ、羊、馬、ノガンなど。ユーラシア大陸は、 ローラシア大陸の一部として、北アメリカ大陸とつながっていた時期があり、特に植物省は、両者で共通するグループが多い。植物地陸では、2北区と9北区を合わせて、全北区として区分する。面積は5410万キロメートル。東洋区は、東アジアの一部、日本のトカラ列島小宝島以南の南西諸島、台湾、中国の新霊山脈以南。 東南アジアの大部分、インドア大陸を含むエリア。このうちインドア大陸は、ゴンドワナ大陸から分離し、死神予に、ユーラシア大陸と合体した。合体後も、形成されたヒマラヤ山脈が障壁となったため、ユーラシア大陸の他の地域とは、生物性が異なる。そのほとんどが亜熱帯や熱帯地域である。オーストラリア区との境界は、ウォレス線と呼ばれる。 面積は750万キロメートル。エチオピア区はアラビア半島南部、イラン南部、アフリカ大陸のサハラ砂漠以南、サブサハラアフリカを占めるエリア。そのうちマダガスカルは約8000万年前にゴンドワナ大陸から分離し、それ以来アフリカ大陸とは海峡で隔てられているので、生物性が異なっている。固有の鳥類はチョウヘビクイワシ、太陽鳥 ホロホロ超か、ネズミドリメの6グループが挙げられる。新熱帯区に対して、急熱帯区と呼ばれることもある。面積は2210万キロメートル。オーストラリア区は、オーストラリア、ニュージーランド、ニューギニア島及び、周辺諸島、オーストララシアと、東南アジアの内ボク海峡、マカッサル海峡位等のエリアで、ウォレス線によって、東洋区と分離している。さらに、 オーストラリア大陸は、長期間、孤立した大陸であるため、得意な生物グループが生息している。チロエオポッサムと、アメリカ有体多メ以外の有体類と、炭鉱類は、オーストラリアクのみに生息している。オーストラリアク固有化の鳥類は、エミュー化、カグー化、クサムラドリ化、クビワミフーズラ化、コトドリ化、ツチスドリ化、フエガラス化などが挙げられる。面積は770万キロメートル。 オセアニア区は太平洋の島々のうちオーストラリア、ニュージーランド、ニューギニア島及びそれらの周辺諸島を除いた残りの島々のエリアである。ミクロネシア、ニュージーランドを除くポリネシア及びフィジー諸島からなり、日本の小笠原諸島も含まれる。古島にはクイナ類など固有種が多い。面積は100万 km。 二規格は北アメリカ大陸の内メキシコ高地異北のエリアでグリーンランドを含むがクロリダ半島南部は除かれる。現在は北アメリカ大陸と南アメリカ大陸はパナマ地境でつながっているが数百万年前までは海で隔てられていた。そのため両者では生物性がかなり異なる。南アメリカ大陸は新熱帯区に区分されている。北アメリカ大陸は ローラシア大陸の一部として、ユーラシア大陸とつながっていた時期があり、特に植物省は、両者で共通するグループが多い。植物地陸では、2北宅と9北宅を合わせて、全北区として区分する。面積は2290万キロメートル。新熱帯区は、南アメリカ大陸及び中央、アメリカ、さらに西インド諸島とフロリダ半島南部を含むエリア。移設上目は、 この地域のみに分布する。新世界ザル類は、パナマ地境形成よりはるか以前に、南アメリカとアフリカが繋がっていた、あるいは渡れるほど近かった時期に渡ってき、サル類が独自に進化したグループである。また、その他有体湾類の多くは、パナマ地境が形成された後に、日北区から地境を通ってきた。面積は1900万キロメートル。南極区は、南極大陸及び、 南極海を含むエリア。南極大陸はゴンドワナ大陸から分裂して、以来、独立大陸である。気候が過酷であるため、特別に環境順応した種のみが生息し、大型生物は沿岸部に止まる。代表的な動物はペンギン、アザラシ、クジラなどである。面積は30万キロメートル。これらの伝統的な区割りに対し、 動物知力についてのみではあるが、2013年1月4日号のサイエンスにベンジー・ホルト・ラによる区割りの見直しを提唱する論文が掲載された。これは単に生物の分布のみならず、計2万1037種の両生類、鳥類、哺乳類について、それぞれの中での系統関係も考慮に入れられたものである。新しい見直しでは、区は11に増えている。新設された区は、 市のジャパニーズ、サハロ、アラビアン、マッテガス県、パナマニアンである。なお、区の境界にも若干の変更点がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。